それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1!GO!いっぱいじゃねえか、この俺が。なあ、信彦、お前、京子にどんな作戦考えてたんだ？作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200は、よほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうな。必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが、効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位になる。なのに京子は先行を選んだのか。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから、あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが先行されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、リョウスケ、レッドサンズとして遠征をやった頃、8200がパワーアップしてマスコンワークが何倍もナーバスだった。東横線は前線でアップダウンが続く。マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の一方はドノッチ、武装はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。ドノッチのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃ。病気には言うんじゃないぞ。クソだね。何が懐かしいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺には辛いとこだ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえって言っただろうが、さてチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃない。俺には分かる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。それしかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか。京子にとっては有利な場面だ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ノブト。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるのか、全く予想外だ。対戦相手のドライバー特別な感情を抱いていることも京子の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるほどドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。
誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと野田君、生きるぜ。まさかそこまで。ダーリン、フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるのか。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろう。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、ホワイトウキウキするのはなぜ。楽しいよ、終わりたくない。どこまでこのまま走り続けたい気分。いいか、分かったぞ兄貴。女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは相手はアドバンテージだが、ハイパワー車でその軽さがアダになるんだ。すごいことになった。どうしちゃったの？私、もうゴールが近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよ、ダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく、粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向も制動もできない。全くの無防備になるんだ。いや、兄貴がやる。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の物の最速理論を。置いていかないで。終わりたくない、もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。五線形を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの攻撃みたいなステンレスのボディが大向き右を進めていくのを見るだけゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に入る人なら他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、行かないで。もっと続けたいよ。割れたくないの。あばよ、俺は先に行くぜ。
5200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ5000系は おい、京子は 515R はどうしたんだ。それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。おお、びっくりした。うっかり地下新線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。